おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回からちょっと日が空いてしまったんですけど、前の動画ちょっとだけ見返してきて、カンナちゃんがソウさんに操られていたわけではなく、自分から自分の意思でソウさんを残すべきだと考えたんですっていう話を聞いて、あのニット帽野郎どこ行きやがったみたいな話になって、ソウさんの部屋に行ったら、なんかもう見てもらえば早いか、ソウさんが倒れてんだよね。で、早速ちょっとこの辺周辺調べていこうかね。このベッドの上にあるこれ何なんだろうね。ベッドの上にはゴツゴツした木材が乗っている。なんかさ、ソウさん襲われすぎじゃないですかね。おい、これなんだよ。持って振り回すには手頃な大きさだね。まさかこれでソウさんは殴られた？他に別にないもんね。じゃあソウさん、ソウさんは床に突っ伏している。この状況同じにゃん、前と。そうだな、大丈夫、息はある。頭についてるのは木くずか。あー、じゃあこの木材で殴られたんだろうね。ソウ君殴られすぎててかわいそうだな、恨まれてるわ。この光景はまさにさっき思い出した光景と同じだ。ソウさんが隠し部屋で殴られたあの時と。ソウさん、起きた？あの、ひどい気分だ。一体何があったんですか？そんなの僕が知りたいよ。ここはどこなんだ？いつの間にこんなところに。あのな、ニット帽、てめえを今さら心配するやつなんていねえんだよ。何を企んでやがるんだ、言え。ちょっと待って、暴力は良くないんじゃない、レコ。何さ、急にひどいよ。ソウさん、誰に殴られましたか？モニターを壊しましたね。今までどこにいたんですか？確か隠し部屋でパソコンを調べてて、それから、あれ？記憶を、そこからさっきのメインゲームの記憶を失っているとでも言いたいのかね、ソウ君よ。何を言ってるんだ？ざけんなよ、てめえ！パソコンの話なんざ、メインゲームの前の話じゃねえか！メインゲーム、そうだ、メインゲームまでに、パソコンを、データを調べなきゃいけないんだ。でもパスワードが、お前さん本格的にどうしちまったんだ！とっくに終わったよ、メインゲームなんて。どういうことですか、刑事さん。終わった？すべて？誰か、死んだの？ソウさんは、ソウは、何を言ってるんだ？誰が、ここにいない、ナオさん？なあ、まさかお前さん、記憶が。それとも、カイさんが。やめろ、やめてくれ！まさか、チョウ君が。やめろ、やめろ！サラさん、嘘だよね。チョウ君が死んだの、なんで？やめろ、やめろ、やめろ、やめろ！びっくりした。
ジョー君。サラちゃん、大丈夫？はい、平気です。くそ、あの野郎、またくだらねえ嘘つきやがって。やっぱありゃ嘘か。当たり前だ！立場が悪いから何にも覚えてないふりをしてんだよ！と言ってもあの様子じゃ話も聞けないね。あの、カンナに任せてもらえませんか？カンナ？ソウさんが何を考えてるのか、真意を探ります。すごい。新しい立ち絵可愛いんだけど。カンナちゃんの新しい立ち絵可愛いんだけど、バケツのあの、取っ手の部分に手添えてんのめっちゃいいな。きっと、皆さんよりは警戒されないと思うんです。いいね。何言ってんだ！カンナにあいつは、教育に悪い、つうか。おまわりさんたちは、カンナちゃんを甘く見すぎていた。君は思った以上に強い子かもしれない。おまわりさん。けど、利用されないでね、カンナちゃん。悪意を持った大人は、想像以上に怖いから。はい。納得いかねえよ。私は、信じよう、レコ。カンナ。これから、どうするにゃ？三日もあるんだ。アトラクションを急いで怪我しても無意味ぜよ。このメダル、どう扱うか話し合うのもいいかもしれないね。メダル、にゃ。交渉時間。ほう？交渉説明。デスアトラクションを終えると、ロビーにいる誰かを選び話しかけることで、メダルの交換などの交渉をすることができます。メダルを集めるもよし、交流を深めるのもよしです。行動が彼らの運命を左右することがあるかもしれません。マジで？私の選択で、この人たちの運命変わっちゃうの？ちょっとそれ勘弁してほしいんですけど。私も病んじゃうよ。サラちゃんと一緒にあの、このね、死んじゃった子の幻影に囚われることになっちゃうよ。あ、でもさっきのって幻影濃度上がんねえんだ。なるほど。サラ姉ちゃん、メダル欲しいかにゃ？少しは内容聞こうかじゃ。僕、こういうお金の交換みたいなの、するなって言われてるにゃ。なんか、ギャンブルみたいで、怖いわ。ああ、お父さんはギャンブル中毒なのかもしれないね、銀くんの。で、お母さんと銀くんで二人で、あの、いつも、こう、肩身を狭くして過ごしてるみたいな感じなのかね。だから、サラ姉ちゃんが喜んでくれるなら、僕、タダであげるにゃん、10枚。交換じゃなくて、くれるのか。いやー、ちょっと待って、ダメよ、それは。あなた、そしたらメダル、あの、私のもあげるわよ。ちょっとダメよ、それは。よくないわ。今メダル90枚あるよね。はい。で、キュー太郎も10枚と。はい。サラちゃん、試しにこのメダル、20枚だけ交換してみない？聞いてみようか。ノエル、だっけ。あの敵さんが言うには、このメダルは多く集めた方がいいってことだよね。つまり、少ないと何があるのかわからないってことさ。でも、なぜ私と交換なんですか？可愛いからね。いやーもう、刑事さんの可愛いからね、好きなんだけど。なんか、もうさ、最初の頃はもう冗談やめてくださいよ、みたいな感じだったけど、なんか、ちょっとずつサラちゃんも本気にしてって、あ、トゥンクみたいになってくれてもいいんじゃないですか？とかなんとか言っちゃって。いい加減覚えてほしいな。サラちゃん、試しにこのメダル20枚だけ交換してみない？まあ、有力ですね。ただでもらうにはちょっと無理だから。うん。お、指導員サラ、レコのことで話がある。お前、レコの宝物について心当たりはあるか？宝物ですか？ああ。実は、景品交換所であのヒゲのおっさんにカウンターのもの以外の景品がないか聞いてみたんだ。どうやら、
景品には裏メニューがあるようだ。裏メニュー？ほう。裏メニュー？詳しく聞きたければ、交渉のテーブルに着くことだな、指導員サラ。レコさんの宝物と、関係が。気になっちゃうじゃん。ちょっと、セーブします。どうしようかな。いやでも、ケイジさんとメダル交換したいなーって気持ちあるんだけどなー。一回ちょっとレコちゃんの話聞いてみていいかな。それでいい。それで、レコのこととは？なあ。実は景品交換所で、あのヒゲのおっさんにカウンターのもの以外の景品がないか聞いてみたんだ。あっさりと言いやがったぜ。裏メニューがあるとな。裏メニュー？その内容とは？それが、宝物だ。レコのマイメダル、あ？レコのマイメダル20枚で買うことができるらしい。宝物、もしかして、心当たりがあるのか？指導員サラ。一番最初の自己紹介で愛用していたものがあると言っていました。確か、ボンゴですね。ボンゴだと？ありえないぞ、指導員サラ。なぜそう思うんですか？レコのバンド名、知ってるか？バンド名、ですか？思い出してみるか？知っているわけがない。それでも思い出そうとすると、あ！やべえ、やったわ、これ。これ絶対芸能度上がるわ。頭の隅に何かが突っかえているような気がした。だってジョー君がその話題振ってたもんね。サラ、この雑誌見てくれ。知ってるか？このバンドすげえんだって。かっこよくねえか？この人。レコ。どうした？スカルナッツ。そんな名前でした。違うな。そんなはずは。それは今のバンドだ。昔レコは別のバンドに入っていた。サムライヤイバ。伝説のバンドだ。サムライヤイバ。36雷818。なるほどね。その時のメンバーを紹介しよう。どんなに激しいスコアも連弾する。演奏はさながら、千手カノンのソウルライブ。キーボードのウニボーズ。立ちあるんだ。本当にウニみたいな頭してるな。素人同然のテクを圧倒的な悪魔演出でプラマイゼロにする男。ベースギターガジョウ。100年に一度の逸材。天使の歌声から地獄のささやきまで自在に操るカリスマの塊。ギターボーカルレコ。わ、すげえ。レコさん実際もっと派手派手なんだ。あ、これウィッグ被るんだね、実際はね。なるほどね。そしてそのバンドのバックを守る守護神ドラム。それが、あたしよー。ああ、そうだったんだ。あ、それで逮捕されちゃったから、あれなんだ、違うバンドになったんだ。え？アリスさんもバンドを一緒にやってたんですか？なあ、全然弾けないからズルしてたかな。弾けないのに、バンドを？数合わせさ。事務所の売り出し方にもいろいろあってな。さっきも話しただろう。今のレコは、変わったと。あんな風に和気あいあいとやれるやつじゃなかったんだ。昔はな。俺の知ってるレコは、周囲と対立して孤独になっていた。数合わせの人間すら寄ってこないほどにな。尻拭いはいつも俺さ。代わりのメンバーを探してやったり。いつか俺に感謝する日が来る。そう信じて、凡人な兄貴として頑張ったんだ。ボンゴをくれてやったのも、そんな時期だった。ボンゴ？お兄ちゃんからのプレゼントなんだ、ボンゴって。ただの受け狙いだ。案の定無関心だったよ。何の感情も起きない冷めた目。だがその時、
俺は気づいたんだ。その冷めた目は、レコが俺に向ける視線と全く同じということに。尊敬も見下しもしない。ただただ無関心。なのに、ボンゴが宝？笑わせるなよ。買ってみませんか？宝物。なんですって？もし交換所の宝物がボンゴなら、アリスさんがプレゼントしたボンゴかもしれません。レコさんのメダルを20枚集めるんです。私には無理よ！話しかけれないもの！なら、私も協力します。あんたが？はい。私がメダルを集めます。なので、ボンゴを買って、レコさんに渡してみてください。いいだろう。お前がそこまで言うなら手伝わせてやろう。いいか、レコのメダル20枚だ。明日のこの時間までに持ってこい。あら、なんということでしょうか。ちょっと待ってね。カチッとな。はい。明日の朝までですか？当たり前よ！一日置いたら勇気なんてなくなっちゃうでしょうか。わかりました。持ってきたら必ず渡してくださいね。これで話し合いは終わりだな。ふと、私はあることを思い出した。ナオさんは、まだあそこにいるんだろうか。三島先生の AI か。様子を見に行こうかな。見に行くか。これ幻影濃度別に、あ、濃くなってないのか。絶対濃くなると思ったんだけど。で、71で、交渉選択ができると覚えておきましょうか。必要となったら、刑事さんと、交渉してメダル20枚交換するのもありかもしれないね。いや、まだいるね。ナオさんは、ただ一点だけを見つめて話しかけている。ナオさん。それでね、先生。先生がいない間に、私の声は届いていないようだ。無理もないのかもしれない。私も同じ状況だったら、ナオさんはもう戻れないかも。ナオさんはもう戻れないかもかな。多分私も同じ状況だったらって思ったら、ジョー君のこと考えちゃうと思うんだよな。こっちかな。あんなの、卑怯だ。私が見たって、本物の三島先生が喋っているようにしか見えない。死んだ者がそこにいる。優しく微笑み、話を聞いてくれる。まるで、夢だ。あんなものを見せられて、デスゲームなんて現実に戻ってこれるのだろうか。もしかしたら、このまま続けたら、ナオさんは、もう、それでも、私は止めることができない。ナオさんを、現実に連れ戻す役目を、負いたくない。ごめんなさい。ああ、そうか。いやー、自分も、同じ立場だったら絶対にジョー君とずっとおしゃべりしちゃうからってことだよね。気持ちがわかるからこそ、現実に引き戻したくないって思っちゃうんだろうな。それでね、先生。ええ、そうですか。ああ、辛いな。苦しいよ。あ？部屋を出るその前に、最後にモニターに目をやった。そうですか。辛いことばかりでしたね。ですが、そんな中でもナオさんには、素敵な友達ができたんですね。友達？ええ、年齢や付き合いの長さは関係ありません。助け合える素敵な方々なんですね。話を聞いていて、とても伝わりました。お友達は大切にしてくださいね、ナオさん。やばいなぁ、ちょっと。
おー、三島先生。絶対三島先生が言う言葉だ、これは。はい。私は、助けてもらってばかりです。だから、今度は私が、レコちゃんや、サラちゃんや、皆さんのお役に立ちたいです。だから、もう、行きますね、先生。はい。いつでもここへいらしてください。私はここにいますから。いえ。もう、ここには、来ません。なおさん。あなたは、本当に強くなりましたね。私は、あなたという教え子を持ったことを、誇りに思います。さようなら、ナオさん。ナオさんは前を向こうとしている。すべてを受け入れて現実に向き合おうとしている。ナオさんは強い人だ。私よりずっと。行こう。その強さに少しでも近づくためにやるべきことをやろう。一日目、昼。わ、整えるがいる。ちょっとごめん、鼻かませてください。ああ、もう、ずるいよ。三島先生と奈緒ちゃん、ずるいよ。もう、ボロ泣き。ああ。つらい。やりますか。ん？なんだ、あれは。ふざけたこと抜かすんじゃねえぜよ。ふざけてるのはてめえの名前だろ。九太郎さんがノエルと言い争ってる。どうしたんだろう。なんだろう、ちょっとまずレコさんに話しかけようかな。まずは探索だな。アトラクション以外にも見つかるかもしれないし。そうね。で、ロビーの中央で九太郎さんとノエルが揉めている。ふざけた話せよ。九太郎さん、どうしたんですか。サラ、ノエルの奴が1階と2階にはもう戻れないって言い出したんじゃ。だってもうクリアしただろ。ちょっと待ってください。下の階にはカイさんのパソコンが。知らない。俺たちが回収しまーす。そんな。くそ、あれは間違いなく手がかりだった。なんぞには渡さねえ。あのパソコンだけは。やれやれ。刑事さん、九太郎は海の真実を暴きたいんだろうね。海さんですか。謎ばかり残して困った人だよ。海さんはいい人、海さんは悪い人。
いい人なんじゃないかな。カイさんはいい人だったんでしょうか。そう思える部分もある。犠牲者のために怒ったり誘拐犯へ抵抗するところも。そもそもカイは善悪で動いていたのかね。ああ、いや、愛で動いてたと思うな、私。一体、誰の味方だったのか。指導員じゃない？私たちは、結局、カイさんのことを何もわからず、犠牲にしてしまいました。うん。だが、推理はできる。推理、ですか？敵か味方か、可能性を考えてみよう。うん。まず、カイは誘拐犯側と接触があったことを自白した。つまり、カイが敵側だった可能性が一つ。例えば、デスゲームの進行役とかね。ですが、カイさんは賢者のカードを引き、死にました。最後、希望を私に託すと言ったんです。敵とは思えません。ちなみにサラちゃん、君は本当にカイと面識がないのかい？ないです。ストーカーのこと言わなくていいの？そっか。ならこういうのはどうだろう。カイは誘拐犯側を裏切ったとかね。見せしめの処刑ですか？ホエミーをぶん殴ってたしね。怒りを買った可能性はありますが。違うかね。なら次の可能性だ。カイは味方側だが、誘拐犯と何らかのやり取りがあった。おまわりさんたちと同じ立場でありながら、裏で取引やミッションが課されていたとすれば。ミッションとは？みんなが受けた最初の試練、覚えてるよね？はい。私はベッドにくくりつけられて、鍵を探すゲームを。内容は全員一緒じゃなかったんだ。九太郎が言ってたでしょ？確か九太郎さんは、ホエミーの頭部が入ってた箱を持ち運ぶだけの試練。それがミッションってことですか？そう。つまりカイにも別のミッションが課されていた可能性がある。他の参加者たちを陥れろ、とかね。そんな。つまり操られていた。使い捨ての駒として。もう一つだけ。ここからはおまわりさんの願望込みのとてもわずかな可能性だ。誘拐犯側にも味方がいる可能性だ。それは考えてなかったな。つまり、誘拐犯側の中にデスゲームをぶっ壊そうとしてる裏切り者がいる。そいつがカイと接触し、作戦に協力させていた。どう、サラちゃん。ありえない、かな。誘拐犯側の誰かが、味方？いや、可能性はあるんじゃないか。完全に否定できる証拠は何もありません、けど。納得はできないって顔してるね。不可解な点はどうしてもありますから。ま、あくまでおまわりさんの願望さ。案外ホエミーと繋がってたら面白いんだけどね。刑事さん。ん？少し思ったのですが。ちょっとごめん、トイレ行ってきていいですか？ちょっと待ってね。はい、すいません、戻りました。少し思ったのですが、過去に同じような事件は、これほど大掛かりなことができる組織とは。こっちだね。こっちが聞きたいな。デスゲームを実行できるほどの大きな組織、警察官なら心当たりあるんじゃないですか？あるかな。え？何十年も前の出来事らしいけど、資料で読んだことがある。ある大きな暴力団の勢力争いだ。当時、警察が暴力団排除に力を入れた時期でね。裏の人たちはかなりきつかったみたいで、
暴力団も生き残るために同業者で潰し合いを始めた。だが友倒れになるくらいなら手を合わせた方がいいってことになって、一枚岩になるべく暴力団の統一計画を実行した。彼らの得意な暴力的な方法でね。まさかそれが、そう、デスゲームさ。ルールある殺し合い、怖いもんだね。代表者たちは壮絶な戦いを経て、たった一人が生き残った。そして生き残った者が、裏社会のトップに君臨した。天国事件って言ったかな。天国事件、覚えておこう。天国事件。極道のてっぺんに登り詰めたから、天国事件さ。でも、結局その後、組織は消滅したんだ。悪は滅びる。警察もたまにはやるでしょ。うん。今回の事件と関連性は、なぜ黙っていたんですか？よくできました。もう甘々ですな、これ。刑事さんのことを息子か何かと勘違いしているわ。今回の事件と関連性があるかどうかはちょっとわかんないけど、逆に、その、組織がなくなってるんだったら、もう、その組織を潰せた警察側が、とかって可能性はないか。さすがに警察側が敵ってことはねえか。うん。今回の事件と関連性は？うん。薄いと思うよ。だって組織は消滅したんだ。それにサラちゃん、君は裏社会と接点があるの？まさか。でしょ？何でも結びつけるのは良くないよ、サラちゃん。それよりほら、おまわりさんたちもそろそろ動こうか。ノエルが言ってたよ。各所で全てのアトラクションが解放されたってね。そうですか。探しに行ってみてもいいんじゃない？手伝えそうなのがあったら言ってよ。おまわりさんは、サラちゃんの相棒だから、ね。相棒ね。アトラクション、探してみるか。全然その大きな組織っていうものたちのさ、輪郭すら見えないよね、全然ね。でもそのおまわりさん、まあ、刑事さんが考えている、その、敵側に味方がもしかしたらいるかもしれないっていう考え、これ本当にそれあったらめちゃくちゃ激アツだから、ぜひそれであってほしいって思ってるけど、どうなんでしょうかね。ということで、じゃあ次回アトラクション各地回っていこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回、オースピオでーす。